くりした。びっくりした。あんた、どっから来た？あんたもあそこから来たのかい？ってことはあんたにも近いな。この旗は一体何だろう？私は立てました。そのこの場所を何とか不思議にとってもらったら。明るくて薄かったから、私の権利ってあなたの住人からの依頼、住人の頭上に表示されるビックリマークは、何らかの頼み事がある際に住人に話しかけて、無事を聞いてみよう。声が聞いてたところ。ここは一体、この旗はあなたが立てたの？あなたは誰なの？あなたは一体どこから来たの？あそこから来ました。聞こえない、それの声に近くなってきた。頭なくて声がするみたいな、何だかのマスクが怪しい感じだった。この場所を温めて気持ちがいいし、怪しい声に住んでみようかな。勝手に住めちゃう。僕らあなたには物を作る力があっても、寝る気で一人で復興するのは難しいでしょう。まずは町を再建する、亡くなった人々が住むための部屋を作るのです。そこに扉だけが残された壊れた家があります。壁の隙間を土で埋め修理してみましょう。ブロックマス L1 ボタンを押してもらう。僕と1のさっきそれ発見したので、その子だけ直して連絡証拠を何、その子の土を使って壊れた家を修理するのです。ここ舐めてるのか。30個くらいくれるのか。まずは自分力を使わせて。しか綴られている。マグロはいつもこの方角でやってくる。ここに城の壁を作り、町を守るのだ。ずいぶん昔に建てた話に、かつてここに誰か住んでいたのだろう。常にこっち側からしか来ないと。なるほど。あのジジットバリケードバリケード三角、つい忘れてしまう。これくるっと、あ、下を向いてるだけね。はい、ちょっと待て、ちゃんと置かせて。慣れない、操作が慣れない、キリンから依頼された目標を達成した。わあすごい。わあすごい、ボロボロになったうちの壁が。なんで、え、土をであなたが修理したの？大人なくて精霊の声がするとか少しおかしい感じの人だとは思ってたけど、このあなたのうちを修理できるなんて、あなたを信じて守ってるんだね。はい、これ金か。包丁を直してくれた俺がここに来る途中になったんだ。クエストコンプリート。その程度。一応修理してくれてありがとうっていうか、もうそれ自分ちだと思ってたんだね。ここに来た瞬間からの人。なんということでしょう。空中に置くことはできます。ああ、そっち向いてた。ああ、ちょっとこれ難しいな。OK。と。はい。はい、P。壊れたお家を修理できるなんて、あなたってやっぱり不思議な人だ。どうしてあんなことができるの？土ぐらい大きいんだろうよ。え、自分が物を作る力があるって。物を作るって。何？日々、私の言葉を覚えていますか？この世界の人々は物を作る力を失った人々を、人々に物を作る伝えるのはあなたの仕事の役割なんです。せっかくお嬢修理してくれたけど、明かりがないとお部屋にできそうにないね。明かりって言ったら、大変な格好に近くには落ちていなさそうだし。旗の近くにある石の作業台を使えば松明を作ることができそうです。この石材を使って松明を作り、彼女を見せてあげるというのでしょう。青い油を取り入れた。ポン、二
と枝を手に取ると、はあ、なるほど、物作りという単語すら知らない。装備が壊れそう。何、ヒノキの棒壊れるのか。焚き火しまったしまった、タイムズリルに焚き火を作ってしまった。あ、ここもできた。本棒の方がいいんじゃないか。攻撃力5、1、本棒の方がいいな。ボールも吹くとかできるの。何でできる、何でできるの。ボール切りでできるの。まとめて作る。ドゥルルルルルル、気持ちいい。スタートボタンを押すとこんなものが入れるのか。落ちも何かありそうだね。これで切り株の作業台がいっぱい落ちてるのに、ね、あんま遠くまでは見渡せないらしい。なるほど。あ、その手のやつどっから見つけてきたの。僕が作ったよ。え、見つけてなくて、これはあなたが作った。周りにある素材から物を生み出すことを物作りって言うんだね。そうだね。ありがとう。私少し余裕があった気がするよ。物分かりが良くて助かるよ。ひょっとしてこういうものも役に立つ必要だったら私も作りたい。クエストコンプリート。ありがとう。1個なんだ。この辺の行ってみよう。この辺を壊すと取れる。素晴らしい。R1 とかで変更しようとしちゃう。体罰を刺す。これに刺して必要な場所は足りません。ここ、え、空き部屋が完成した。ほう、1個でいいんだね。綺麗にしてあげる。空き部屋が壊れてしまった。-330。ほう、刺したいんだ。壁に刺したいんだ。壁に刺させてくれ。刺せないのか。じゃあいいや。いや、そこはダメだな。この角がいい。違うぞ。カーソルが見づらくて困った。でも人は名前じゃないって言うもんね。ひでえな、この子。そうだね、ニルービー。せっかく作ってくれたその松明、お家の中に置いてみようよ。2段以上積み上げた壁と、夜を照らす明かり、そして扉があれば部屋は完成します。なるほど。作ったものを散布で行くことができます。早速、ニルービー松明置いてみましょう。やった、明かりを作った壁で、立派な部屋になったね。ルビー100本を立て作る特別な力があるとは。どっちかっていうとぼんやりした顔だし、特別な力があるようなとても見えないけど、結構キリッとしてる、ね、でも人は見た目じゃないっていうのね。名前じゃないし見た目じゃない。ルビー本当のこと今日からこの辺で私を紹介するの。断り一緒に見ないと嫌だ。命の切り身を刺すことができない。40までアップ。これはすごい。やべえ、楽しい。アルビアのトラックより立派な部屋ができた。部屋が夜になったら寝られる場所があると思う。と素敵な感じだ。アルタの力で何か作れないかな。うん、もうなかなか頭がいいんじゃないかな。それを集めてメイク、シンクを作り、部屋に入ってみましょう。部屋の中にいたベッドで眠ればその体力を回復することができます。寝る場所が2つあると嬉しい。だって寝る場所が2つあればルビーの隣で寝れる。
サルビー、今度は自分の進めてみて、ワラベットを作り、部屋に置いてみるのです。ワラベットは情報のくせにあるか作りましょう。ボタンつけてたわ。部屋どうしたんです？ピコン。ワラベットを開いた。なんてこと、頭が良すぎる。いやー、にしても精霊ルビーすね。あれ、友にしたら友すんなってたのか。すごいね、やる場所を作ってくれたな。
ありがとう、ベビー。昼間や夜、部屋の中に置いたベッドに入っている体力を回復することができます。起業して夜になれば、視界の中で強力なものがたくさん現れることでしょう。夜はなるべく拠点に帰り、部屋の中のベッドに眠って朝を待つのです。それにしてもベビー、自分の力でワラベッドのレシピを思いつくとは。あなたに私が与えたものを作る力がなく、お前が与えたんだから。素材から何かをひらめく才能もあるようですね。素晴らしい力です。その力はこれからの街づくりに役立つことでしょう。ベビー大丈夫？待ってごらん。みかんの都合で口が半分だったけど。しっけ。お、いいね。ベビー、ちゃんとしてぼーっとして遊ぶ気象が立っちゃうよ。はい、何これ。時間の流れを感じた。太い色。これエルサオストでこうやってアングル変えるで戻せる。時は流れていく。素材集めや部屋作りの間も時は流れ、いつか夜が来てまた朝が来る。現在の仕掛けは右上の時計で確認しよう。右上の時計？どういう時計？あー、あの中心のが時計だ。今は朝明け方って感じかな。エネルギー。素材集めで歩き回って演奏する完成形のところじゃない？そんなことよりもちょっぴりお腹が鳴っただけだな。俺も腹減った。この度の機能は大垣の人間なの。小さくてお腹はあまり膨れないけど甘くてとっても美味しいんだ。おいでアルビー、私に大垣の身を伝わってきて。しょうがないな。大垣の身を持ってきてくれたんだ。これもらってるよ。しょうがないな。あ、ありがとうアルビー。実は私お腹がペコペコだったんだ。それじゃあ、はい、これ。何？これはルビーの分だよ。ルビーだってお腹がつくでしょ。安心だなって歌ってて。空腹を感じ始めた。3個？あ、そんなくれるとリボン俺のが多かった。時間が経つと次第にお腹が減っていく。左上のマップゲージを確認してお腹が空いたら食事を食べていくでしょ。なるほど。そういうことも言われないとわからない。ピリにお腹が空いた頃でしょって言われて、ようやくお腹がすくのを感じる。ちょっとずつこの辺を切りしてきて、ただ狙った場所が多くてなかなか難しい。
もしないし、協力して一緒に生きていこうともしない。私ね、その姿ですっごくつまらないと思う。確かに。だからね、ルビー、街を作ってみんなで暮らすのは大事と思わない。確かに。ルビーがいれば夢が叶えられそう。私と一緒にここに新しい街を作ろうよ。確かに。実はね、そのために袖がたくさんいると思って一緒に学校をたまたま。なるほど。さーてっと、ルビーも協力してくれるっていうし、素敵な街作りのために何ができるか私も頑張ってみなくちゃ。はい、もちろんルビーも協力してくれるね。ねねねねね。クエストコンプリート。なかなかこの子は頭の回転が速いな。足場をエブル、足場をエブル。物を作れる力があるの、分かった。だからといってそこまで街づくりをしていろんな人と過ごしたいなんてひらめくなんてなくなかった。水はそこに書いてあるんですけど、いつでも家ができるように。ほい、あっ、ドラキーが近づいてきてないかい。ちょっとごめん。
だいぶ綺麗になったぞ。違う、置きたいところなかなか置けないな。どれだけ、おっと、このヒーグルときなかなか綺麗だった。太陽の向きはどっちだ。怖いな。どうぞ。慣れたぞ。小組の時に置くことはない。あるけど。いいね。よし、そろそろピーの話をしよう。他のものも作ってみて。ここに大きな町を作っていくために私の協力的ことは何かないかな。例えばね、私も何かものを作れたらルビーの役に立てたものが楽しく、それにルビー、私作業する部屋の絵を描いてみたんだ。あれルビー、私が描いた設計図通りの部屋を私が新しく作ってる。あなたの力で彼女のものを作る心が芽生えたようですね。設計図は三角ボタンに地面に広げることができる。真ん中のクーラーのボタンを押すと運用を詳しく行います。設計図を使って設計図取りのものを切る。部屋を完成させてください。部屋は拠点の中に設置するようにしてください。外に入っていると部屋としては頭になります。作業台は旗の近くに石の作業台を立てて外してから置き直してくれるか。あと部屋には扉と1階が必要だけど、材料からバルビーならきっと作れるよね。ピリの設計図を手に入れた。ピコン、藁の扉を開いた。